どうも、阪神情報局です。現在、この動画を撮影しているのが、10月1日土曜日のベイスターズ vs ジャイアンツの試合終了後なんですけれども、タイガースは本日試合がありませんが、今日この試合でベイスターズがジャイアンツに勝ったことによって、ジャイアンツのクライマックスシリーズ進出の可能性が完全消滅。そして、阪神タイガースの4年連続 A クラス、今年のクライマックスシリーズ進出が決まったということで、 取り急ぎという形にはなりますがタイガースのこのクライマックスシリーズ進出劇一体どんなドラマが起きてこのミラクルが起きたのかこういったところについて深掘りしてお話をしていきますよかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせくださいということで早速お話をしていきますがいやすいません本当に興奮してますとにかくタイガースに関してはもう負けられないっていうところからもう1週間前ぐらいからですかねそういう戦いというのが始まっていきましたで僕自身何度か動画でご紹介させていただいたんですが タイガースににはととかくたり本願期間というのがありました、まあ、それもタイガースがしっかりと勝たなければいけない試合を勝って手繰り寄せた期間だったんですけれども先日同化化したのがドラゴンズがジャイアンツに2連勝してくれた、まあ、それによってタイガースの CS に出れる可能性がかなり高くなってでそこからですよね、まあ、糸井選手の引退試合で敗れてもう負けられないというところカープに1つ勝った。 そしてスワローズに2つ勝ったでそこから10月2日明日までの3日間タイガースは他力本願という期間に入ったんですがまず大きかったのがスワローズがカープに2連勝してくれたこれが本当に大きかったんですまあタイガースにとってカープというのは引き分けで並んでしまうと、まあ、対戦成績の都合上カープが行ってしまうとそういう形だったんでタイガースからすれば絶対に並ぶことはできなかったんですよね でそういった中でこのカープがポンポンと勝ってしまうと、まあ、本当にタイガースにとっては苦しい展開だったんですがオスナ選手のスリーランキブレハン選手のスリーラン、まあ、こういった大事なところでの一発というものによってスワローズが2つ勝ってくれたでこの時点で昨日の時点でカープのクライマックスシリーズ進出の可能性というのが消えたとまず1つこの期間のスワローズの勝利というのはタイガースにとってめちゃくちゃ大きかったんです、まあ、それまでにスワローズが優勝を決めていた、まあ、それによって明らかにねタイガースがスワローズと戦った2試合というのは、まあ、スタメンの選手本来主力の選手たちがベンチに入っているというところもありましたし まあ若い選手が先に出ていた、で投手系統に関しても、まあ、明らかにいつもとは違う形だった、まあ、それもこれもねやっぱりスワローズが優勝を決めていたということによってそれがタイガースにとって少しは有利に働いたのかなというところ、まあ、青柳投手、伊藤投手がしっかり投げてくれてもう最強、中継ぎ陣が抑えてくれたそしてスワローズがカープに勝ってくれたこれがまず一つ大きな他力本願だったとそして今日行われた10月1日、ベイスターズ対ジャイアンツの試合ですね、もうこれ本当に最初から最後までずっと見ていましたけれども結果、1対0の完封勝利。まあ、初回に佐野選手がホームラン打って でそこからは今永投手のとんでもないピッチングね、まあ、本当にもうえげつない投球がずっと続いていたわけなんですが、まあ、7回しっかり抑え、8回入江投手が抑え、で9回の山崎康明投手ね、まあ、ベイスターズの8回裏の攻撃が大勢投手によって完全にねじ伏せられてしまって、まあ、嫌な空気でノーアウトランナー、一塁二塁になったんですが、もう最後、ゲッツ、いやもうタイガースファンではありますけれども、本当に叫びましたね、この流れでベイスターズがジャイアンツに勝利したことによって、ジャイアンツのクライマックスシリーズの可能性というのが完全に消滅した。 まあ今永投手に関しては来週の土曜日ね、まあ、タイガースがハマスタで戦うということで、まあ、おそらく先発してくるだろうというところなんですが、まずは今日の試合、もベイスターズに勝ってほしいというのが、まあ、多くのタイガースファンの願いというところでしたから、まあ、佐野選手もアンダーを争う中で、まあ、ちょっと複雑なところはありますけれども、まあ、事実上結構もう難しいですからね、アンダー数の差を考えると、まあ、ですので佐野選手のホームラン、デスター車も大きかった。 そして今永投手が抑え、最後山崎投手も粘ったということで、これまたタイガースにとって大きな他力本願になったと、まあそういう流れなんですね。で、えー、ざっくりではありますけれども、まとめると、これですね。今、左上の方に出てると思いますけれども、まあ、21日からの流れですよ。まあこの大敗というのは、糸井選手の引退試合ですよね。まあ延長戦の末に敗れてしまって、もう本当に厳しいと。もうこれ以上負けたら絶対にダメだというところから、 タイガースは一つ奮起した。糸井選手が引退セレモニーでもう絶対にクライマックスシリーズに行ってくれると。まあそういう力強いコメントを出してくれて、そこからのタイガースの流れですからね。絶対に負けられない次のカープ戦はしっかりとって、ドラゴンズがジャイアンツに2連勝して、タイガースがスワローズに2連勝して、スワローズがカープに2連勝して、そして今日ベイスターズがジャイアンツに勝って、まあ糸井選手の涙から始まった、このクライマックスシリーズを誓った奇跡のビッグウェーブ物語ですよね。 いろいろドラマとかビッグウェーブとかいろ、まあ、んな、ね、矢野監督の語録というのも今シーズンたくさん出てはいましたけれども、まあ、これが本当のビッグウェーブなんじゃないでしょうかねでこれに関しても本当にタイガースがしっかり引き寄せたものなんじゃないかなというふうに僕自身は改めて思います、うんまあ、本当にいろいろと、ね、悔しい期間というのもたくさんありましたけれどもその中でもう絶対に負けられないというところから勝ったもう本当に2019年を思い出しますよね。 まあ、あの2019年も本当にすごかったんですよ、ゲームさんめちゃくちゃ開いていましたし、もう最後の6試合というところね、もうタイガースは1試合で戻したらダメだと、でそれプラス、他力本願が必要だとなってくるところから、しっかりそれを引き寄せて、他力本願も起きて。 しっかりタイガースが6連勝してギリギリのところでクライマックスシリーズをつかんだで今回もそうです、まあ、タイガースからすれば明日の試合勝った時点で決まるというところではありましたがそれでも今日ジャイアンツが勝っていたらまだわからないというところがありましたから、まあ、運も実力のうちという言葉がありますがまさに僕自身はそうなんじゃないかなとこれが今タイガースが引き寄せたものなんじゃないかなというふうに改めて感じましたでこれによってタイガースはクライマックスシリーズ進出そして4年連続の A クラスというのが決まりました まあこのクライマックスシリーズの進出物語ですね、まあ、開幕から一体どういう流れがあったのかについては、また別途動画化できればなというふうに思っていますが、まあ、本当メインのところで言うと、セ・リーグ新記録の開幕9連敗ですよね、でそこから1つ勝って、で17試合終えた時点で、1勝15敗、1分け、勝率6分3輪ということで、まあ、市街地局番とか、もうその時点では優勝というのはもうそうですけれども、クライマックスシリーズさえっていうところもイメージはできませんでしたよねで、こういう本当に苦しいシーズンになったんで、4月の21日、5月の13、14日、 この時点で3位とのゲーム差というのが最大9.5ゲームあったんですよ。まあ首位ともね、それ以上にもっと開いてはいたんですけれども、やはりクライマックスシリーズに出るという流れを考えると、まずは3位に滑り込まなければいけない。最大9.5あったものを結果的にひっくり返して、まあ、3位に入ったと。まあこの3位というのももちろん借金を抱えた状態というのは決定はしてはいるんですけれども、まあ、それでもね、現状のルールが、まあ、借金があったとしても、最後笑って終われる可能性がある、このクライマックスシリーズ短期決戦に滑り込むことができると、まあそういうルールがあるわけですから、まあ、僕自身はずっとその可能性というのを信じて応援してきました。 you <sighs> で矢野監督は2019年からこれで4年連続の A クラスと、まあ、そういう形になりますでこれはタイガースの歴史というところで見ていくと実は2人目の快挙なんですよね、まあ、新人監督から4年連続 A クラス、まあ、なかなかないことですもちろん去年は優勝を逃したそういう悔しいシーズンではあったんですけれども、まあ、矢野監督の退任というところから始まった今年のシーズンいろいろ本当に紆余曲折がありましたそれもまた別途動画化できればなと思っていますが、まあ、最終的に4年連続 A クラスに落ち着くことができた、まあ、これもタイガースが引き寄せた何か大きなものだったんじゃないかなというふうに思いますさあ クライマッシリーズ進出というのは決まりました、まあ、本当にみんなで粘りを見せて9.5ゲーム差をひっくり返して掴んだ史上最大の下克上を起こすチャンスではあるんですけれども明日の試合というところについて矢野監督はこういったコメントを出しています周りから夢物語に思われてしまうこととかそういうことばっかり言ってきたんでこの4年間2軍監督の時から合わせたら5年間諦めないってすごい言葉で言うのは簡単やけどそれを行動に移すっていうのはなかなか難しいでもみんなしっかり自分たちのものとして持ってくれている、まあ、こういうコメントを出していましたまあ本当にこの矢野監督のコメントにもあるとおり言葉で言うのはすごく簡単だと思うんですよまあ諦めないとか 最後の最後まで食らいつくとかでそういった中で完封負けの記録というのも更新してしまった、まあ、勝率も市街地局番と言われるところから始まった、まあ、それでも本当にみんなでなんとかなんとか努力して掴んで勢いを変えて掴んだこの3位というところですから、まあ、実際に行動に移して、まあ、結果的にこの3位というところに滑り込んだ。 まあこれは矢野監督と一緒に戦ってきた、まあ、二軍監督の時と合わせると5年間ですね、まあ、そういったものが実を結んだ、まあ、A クラスなんじゃないかなというふうに僕自身思ってます、まあ、とにかく今日このクライマックスシリーズ進出が決まったことによって明日勝たなければもうクライマックスシリーズに出られないと今シーズン終わってしまうっていうそういう最大のプレッシャーからは解放された試合になります、まあ、タイガースファンとすれば多少気持ちの余裕を持ってね見ることができる最終戦になるかなというところなんですけれどもそれでも絶対に勝って終わりたいそういった中で明日の試合先発を任されたのが西純也投手なんですね、まあ、いろんなピッチャーの選択の可能性があったわけなんですが 矢野監督はもう気持ちが強い選手だと、まあ、まさに最終戦に似合うピッチャーなんじゃないかということでこの西淳也投手を選択しましたで西淳也投手は明日の試合について試合もテレビでずっと見ていたんですけどやっぱりクライマックスシリーズに出るぞという強い気持ちが青柳さん伊藤さんから感じるものがありました自分もその波に乗れるようなピッチングができたらなと思っている自分は矢野監督に指名してもらってタイガースに入ることができたんでちょっとでも恩返しができるようにしたいなと思っていますしチームもクライマックスシリーズに出られるよう貢献できるように頑張りたいと常に思っていますと、まあ、こういうコメントを出してくれていました、まあ、西淳也投手がこういうコメントを出してくれていてさあ明日の最終

これ勝って4連勝でクライマックスシリーズに行くとそして横浜スタジアムでベイスターズと戦うと、まあ、これまたね2019年と同じような流れになるんですがどん底の最下位から這い上がってのこのクライマックスシリーズの進出もうタイガースはまさに失うものは何一つありませんから怖いものなしでどんどん進んでいってほしいなとそして笑って終わりたいなというふうに思います皆さんはこのクライマックスシリーズ進出についてどう感じますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったになったと思っていただけた方は良かったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです 皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者34,000人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます 次はチャンネル登録者3万5000人ということで今後とも阪神情報局何とよろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日ドラホーありがとうございましたまずは明日の試合を前にしてタイガースの4年連続 A クラスそしてクライマックスシリーズ進出というのが決まりました皆さんおめでとうございます今シーズン本当にいろんなことがありましたがそれでもまずは明日の最終戦しっかり勝ってそしてクライマックスシリーズも勝ち上がっていって最後笑ってわるこれがタイガースにとって最高のシナリオ矢野政権にとってそれが最高の形になりますんでそのドラマが待っていることを祈りながら明日の試合も引き続き注目して見ていきましょう 山田